ドレスデンの戦いは、ナポレオン戦争における、最大規模の戦闘の一つである。ドイツ東部のドレスデン近郊で、フランス皇帝ナポレオン一世紀下のフランス軍は、オーストリア帝国、ロシア帝国、プロイセン王国による、第六次大仏大同盟軍を破り、フランス軍の勝利に終わった。しかし、ナポレオンの勝利は完全なものではなかった。この戦いでは、フランス軍は、 追撃に失敗し、数日後に行われた、クルムの戦いにおいて、バンダムの軍団が包囲され降伏した。ナポレオンが1812年のロシア遠征に、失敗した後、プロイセンがフランスとの同盟を破棄し、第6次大仏大同盟に加わった。一方、徴兵の前倒しなどにより、兵力を補充したナポレオンは5月にリュッツェンの戦い、バウツェンの戦いで勝利したが、 騎兵の不足により効果的な追撃を行うことができず勝利は限定的なものであったオーストリアの仲介により両軍は休戦協定を結んだが7月にスウェーデンが退仏大同盟に加わり8月10日の休戦期間終了の翌日8月11日にはオーストリアもフランスに宣戦線した8月16日ナポレオンは 大仏同盟軍の動きを妨害し、また、ドレスデンを軍事行動拠点とする目的で、ドレスデンの強化のためサンシールの一個軍団を配備し、敵が全勢力を結集させる前に、敵軍の内戦に対し攻撃を加えて撃破する計画を立てた。ナポレオンは30万人の軍勢を率いており、同盟軍は合計45万人を超えていた。しかし、同盟軍は、 ナポレオンの率いる軍と直接戦うことは避け、代わりにナポレオンの部下の軍を攻撃することにした。ハンブルクのダブーの一個軍団と共にベルリンの占領を目指していたウディの軍が8月23日、グロンスベーレンの戦いでスウェーデンのカール王大使に敗れて、ウディノはエルベ川の戦まで後退した。そして8月26日には、 マクドナル率いるフランス軍がブリオヘル率いるプロイセン軍にカッツバッハの戦いで敗れて多くの大砲も失った。ナポレオンはシレジア方面軍を撃破しようとドレスデンの東方に向けて進軍していたが8月23日にドレスデンをオーストリア帝国のシュバルツェンベルク将軍に率いられた。 ボヘミア方面軍20万人以上により、ドレスデンが攻撃されている報告を聞き、マクドナルをシレジア方面軍への抑えとして残し、強行軍で救援のため引き返した。この時、彼の軍12万人は5日間で 200km を攻軍した。ナポレオンの援軍が予想より早く駆けつけたため、シュバルツェンベルクの攻撃は撃退された。 被害の戦力差がおよそ2倍であるにもかかわらず、ナポレオンは翌27日に同盟軍の側面に攻撃を加え、目覚ましい戦術的勝利を収めた。バイセリッツ側の反乱によって、ヨハンフォンクレーナウとイグナス・牛雷指揮下の同盟軍左翼部隊が本体から切り離された。ジョアシャン・ミュラは敵の孤立に乗じてオーストリア軍に大打撃を与えた。 フランス側の関係者の観察によれば、ミュラは、オーストリア陸軍から、クレーナウ部隊を切り離し、自ら機銃兵や強行機兵に飛びかかった。クレーナウ大隊のほとんどすべてが武器を捨て、別の二つの不評部隊も、運命を共にした。という。クレーナウ部隊の中で、ヨセフとフェルソークビニー部隊の五つの不評連隊は、包囲され、ミュラ機兵隊に生け取りにされた。 この時捕虜になった人数はおよそ1万3000人であり、奪われた軍機は15に上る。牛雷部隊は暴風雨の中でミュラキ兵隊の攻撃を受け、停滞敗北を起死した。雨によって火打石や火薬が湿ってしまったために牛雷部隊のマスケット銃は使い物にならず、多くの部隊がフランスの強行騎兵と竜騎兵によってたやすく蹴散らされた。 その時、突如、ナポレオンは突発性異系列のために戦線を離脱せざるを得なくなり、追撃に失敗した。このおかげで、シュバルツェンベルクは自軍を撤退させ、ま一発のところで包囲を抜け出すことができた。この戦いで、退仏同盟軍は3万8千人の兵士と40門の野砲を失った。フランスの犠牲者は、合計1万人程度であった。 ナポレオン軍の将校の記録によれば、ナポレオンは冷たい雨に打たれたことで強烈な腹痛に苦しみ、その痛みはドレスデンの戦いの最中ずっと続いていたという。ナポレオンのシンボル N がドイツ、ドレスデンに刻まれた。8月27日、バンダム、サンシール、マルモンの軍団が追撃を命じられた。バンダムはピルナ市内のエルベ川に架かる橋に向かって、 前進せよとの命令を受けた。土砂降りの雨の中での行軍であったため、ロシア軍がセヒスタ高地にジンドルのを妨害することができなかった。バンダムの前進の結果、3日後のクルムの戦いが生じた。かつて、フランス軍でナポレオンのライバルであったモローは米国への流刑から戻ってきて、ロシア皇帝アレクサンドル一世に招かれ、ロシア軍の将軍となっていたが、 戦いの中で砲撃により、両足を失う致命傷を受けて、牢に似て9月2日に死んだ。ありがとうございます。